ブロックトンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の南東部、プリマス郡の北西部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口93,810万人であり、州内第7位だった。プリマス町とともにプリマス郡に2つある郡庁所在地の1つである。ブロックトンの出身者にプロボクシングの世界チャンピオンと、 ナッタロッキーマルシアの山アービン・ハグラーがいること、ブロックトン高校のスポーツ訓練が成功していることと合わせ、チャンピオンの都市と呼ばれることがある。市内には、モンテロとカンペロという二つのビレッジがある。どちらもマサチューセッツ湾交通局の通勤鉄道の駅があり、郵便局もある。カンペロは市内最小の地区だが、人口は最も多い。 野球のブロックトンロックスが足を本拠地にしている。アメリカ合衆国でも風の強い都市であり、平均風速は14.3マイル、H である。1649年、ウーサム・キーンが当時、ソータケットと呼ばれていた周辺の土地を、ダクスベリエの追加として、マイルス・スタンディッシュに売却した。ブロックトンはその地域の一部であり、イングランド人が、ブリッジウォーターと改名し、 さらに1821年にはノースブリッジオオーター町となった。1874年、その名称について議論の多かった過程を経て、ある土地の商人がナイアガラ滝に旅して、オンタリオ州ブロックビルで話を聞いたアイザック・ブロック将軍にちなみ、ブロックトンと改名された。南北戦争の間、ブロックトンは国内最大の靴生産地であり、20世紀の 後半まで靴と革製品が産業として大きな製品だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は21.6平方マイルであり、この内陸地21.5平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.56%である。面積では、マサチューセッツ州で第162位、プリマス郡の27市町では、 第12位である。北西は、ストートン、北はエイボン、北東は、ホルブルックと、アビントン、南東は、ホイットマンとイーストブリッジウォーター、南は、ウェストブリッジウォーター、西は、イーストンの各町と接している。ボストン市からは南に、約25マイル。ロードアイランド州プロビデンスからは北東に30マイルに、ある。ブロックトン市域はほとんど都会化されている。市内を、 ソールズベリープレイン川が流れ、かつては多くの加工場に動力を提供していた。その北東にはビーバーブルック保護地があり、アビントンのエイムズノーエル州立公園の南端に接している。市内にいくつかの公園があるが、その最大のものは DW フィールド公園であり、造園家のフレデリック・ローオルムステッドにヒントを与えられた。そこには、 ウォルドコやエボン町域に入るブロックトン貯水地があり、またゴルフコースもある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ブロックトンはプリマス郡で人口及び人口密度ともに最大の町である。マサチューセッツ州では人口第7位、人口10万人以下の町では第2位である。人口密度は州内第27位である。 カーボーベルデ出身者の絶対数では国内最大であり、主人公の9.0%を占めている。アンゴラ出身者も国内最大とされている。アメリカ合衆国会議員ではマサチューセッツ州第8選挙区に属し、2001年以降民主党のスティーブン・リンチが議員を務めている。マサチューセッツ州下院議員では第9、第10、第11の3つの選挙区が入っている。 上院議員では、プリマスブリストル第2選挙区に入っている。市内を、ブロックトン警察署が管轄するほか、マサチューセッツ州警察第4バラック、ディートループがパトロールしている。ブロックトン市は、市長、市政委員会方式の政府を採用している。市長の任期は2年間である。市政委員会は、全市を選挙区に選ばれる委、e、員4人と小選挙区から選ばれる7人。 合計11人で構成されている。中央消防署、AA 部隊、はしご車、副署長が中ンブロックトン氏は24時間、174人の常勤消防士に守られている。中ン署は6箇所あり、消防車5台、はしご車3台があるほか、各種の部隊を構成している。消防署は、救急医療を担当しておらず、アメリカンメディカルレスポンスに委託している。 1905年、地元新聞がグローバー加工場災害の時の多くの消防士の英雄的働きを記事にした。1941年3月10日、ストランド劇場の火事で消火に当たっていた消防士のうち13名が屋根が崩落した時に死亡した。この火事はアメリカ市の中でも最悪の消防災害となった。ブロックトン警察署には、 警官181人と文民31人が働いている。パトロールの部門と刑事、薬物、暴力団対応など捜査部門がある。週に数万パトロールを行うボランティア組織ガーディアンエンジェルスもある。市内には総合病院が3つある。市内東部のシグナチャーヘルスケアブロックトン病院北西部にあるサマリタン医療センター。 南西部にあるブロックトン体液兵管理病院である。体液兵管理病院はハーバードサウスショア精神科プログラムを講演する機関である。ボストン大学の様々な医療専門医、ノースイースタン大学の精神科学生、マサチューセッツ大学ボストン校の看護科学生、マサチューセッツ薬学健康科学カレッジの薬学学生について住民に教育する施設になっている。 市内にはコミュニティ健康センターがあり、低所得や貧困者がブロックトン地区健康センターにかかることができるようにしている。ブロックトン市は市内約15,600人の児童生徒のために独自の教育学校を運営している。初期教育学校2校、小学校9校、幼稚園から8年生を教える学校2校、中学校6校、高校1校、及び 大体学校4校がある。ブロックトン高校の運動チームは、市出身の無敗のボクシングヘビー級世界チャンピオン、ロッキー・マルシアの日並み、ボクサーズという愛称を使っている。ブロックトンには教区学校3校があったが、2007年に統合して2つの学校になった。カーディナル・スペルマン高校は、ブロックトン生まれで、ニューヨークの大司教になった。 フランシス・カーディナル・スペルマンにちなんで名付けられたカトリック系高校である。チャーター高校のチャンピオンチャータースクールもある。授業料無料のサウス・イースタン地域職業訓練校を選ぶこともできる。市内にはマサソイト・コミュニティ・カレッジとサリバン・コグリアの訓練センターがある。クイーンシーにあるイースタン・ナザレン・カレッジは成人教育を行っている。 マサチューセッツ州道24号線は6車線中央、分離自動車道であり、市の西部を通り、北の州道27号線との出口と南の州道123号線との出口がある。27号線と123号線は市内中心部で交わる。州道28号線は市中心部を南北に抜ける。州道十四号線は 修道27号線と落ち合った点が西端であり、修道37号線は修道28号線と落ち合った点が南端である。ブロックトンはブロックトン地域交通局が運営するバス路線がある。市内の地区を走るものの他に市外のブリッジウォーター産業団地、アシモント駅、スタウトンに向かう路線もある。マサチューセッツ湾交通局の通勤鉄道であるミドルボロ、 レイクビル線が市の東部を通っており、モンテロとカンペロ地区、さらにブロックトン市中央に停車駅があり、ボストンの南駅に行くことができる。ブロックトンは2005年、2008年、2010年、2011年に若者のための最良の街百欠に選定された。この章はアメリカの有望者同盟が若者の落ちこぼれを減らし、 支援サービスを行っている町を認めて送るものである。ブロックトンは青年に優先順位を置き、教育、助言、ボランティア活動に関わり続けたことを評価された。プリマス地区検察官事務所と市長、教育監督官、警察署、さらに非営利団体や府警会と協力し、若者のための資源を反映させてきた。市内には1948年に設立された、 コミュニティオーケストラのブロックトンシンフォニーオーケストラがある。ウェスト中学校公会堂や隣のイーストン町にあるオリバー・エイムズ公会堂など地方の会場でシーズンに5回、内市6回の演奏会を行っている。ボストン大都市圏の音楽家65人で構成され、音楽監督は2007年からジェームズ・オレントであり、オレントはボストン交響楽団とボストンポップスオーケストラの 客演0指揮者を務めている。ブロックトンロックスは、フューチャーズ大学間野球リーグに属し、カンパネリスタジアムを本拠地にしている。2003年から2011年には、独立系プロのカナディアン・アメリカンリーグに属していたが、2012年にアマチュアの現リーグに倶えした。選手はより経験を積み、スカウトに見られる機会を増やすことを求め、無給を容認している。 新聞社の通りに向かった窓、見出しが貼ってある。1940年12月チンアパート地区の子供たち1940年12月、ジャックデラの撮影 WB メイソンのビル市内にはコマーシャル通りの中央警察署、消防駐屯所6カ所、郵便局3カ所がある。公共図書館体系には3つのビルがある。本館はカーネギー図書館でありメインストリートにある。 ありがとうございます。